今回は、新薬、とある魔術の金賞目録12を紹介します。釜池和馬を10周年最後を締めくくるのは、新薬、とある魔術の金賞目録最新刊。上条大魔は、全世界からオティヌスを守った魔人の力を失った彼女は、 小さな妖精さんとなり、上条家の居候となる。そう、上条は、日常を取り戻したのだ。しかし、新たな脅威は、すぐに来た、魔人が動くぞ、サンジェルマン。それが全てを手に入れるもののなら、学園都市の巨大複合商業ビルにて、上条とサンジェルマンは、相まみえる。そんな最悪の状況に巻き込まれたのは、買い物中のアイテムの面々。 シウエ、そして学園都市第6位の超能力者愛花奴のまがいもの激突が始まるアレイスターの株が上がりました敗北して帰ってきたかと思ったらパラメーター手に入れてしかもいつの間にか万全の魔人を一体撃退しているとかすごすぎローラも出てきたし次は本格的に科学と魔術の戦いが始まりそうなので楽しみです以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。